日はやわらちゃんを応援する会にお集まりいただいてありがとうございます。いよいよ猪熊さんもワールドカップに向けての強化合宿に入ります。そこで我が三つ葉のヒロイン猪熊やわらの健闘を祈って大横断幕を作りたいと思います。え、大横断幕？そう、スタジアムに三千と輝く頑張れ猪熊やわらの大横断幕よ。私そんなのいいって。遠慮しないで猪熊さん。あの別に私は。ね、皆さん大横断幕を作りましょう。ね、ね、ね。なんだ、この会に入るとソウルへ安く行けるかと思ったのに、結局日本でテレビ見ながら応援するだけなの？日本で見てようとテレビだろうと、私たちの気持ちはきっと日本海を超えるわ。なんだ、ソウルに行けないんだね。帰ろっか。ちょっと待って。あら、新しい入会者かしら。それもこのすごいノックの音からすると大勢の人が。ダナモー、また来たよ、ヤワラを倒すために。ジョーディー。ハローヤワラ。猪熊さん、もしかしてこの人もあなたと戦うの？Of course! なんてったって私とやわらシューマイのライバルです。宿命のライバルでしょ、ジョディ。そう、宿命のライバルです。ところでジョディ、もう怪我は治ったの？その説はおっぱいおかけしただわ。心配でしょ。ほんれ、この通りベストコンディションね。よかったわね。こんなに早く治ったのもやわらのおかげよ。私、やわらと戦うの心の支えにして怪我治しただわ。そして今度のワールドカップ無差別級で行われるね。ついにやわらとシューマイの対決。宿命の対決ね。やわら、え、今度こそ本気ね。本気の勝負するだわね。私知らなかった、柔道ってこんなものすごい人と戦うものだなんて。え、もう行っちゃうの、ジョディ？私ブランク長かったね。これからビシビシトレーニングよ。カナダチームこれから名古屋で合宿ね。そう、もっとゆっくりできたらよかったのに。日本チーム合宿どうしました？もう始まってるわ。おじいちゃんも西海大学へ指導に行ってるし。おう、ジゴロ先生のコーチ素晴らしい。ヤワラも早く行かねば。それからヤワラ、え、ソ連のテレシコワには十分気をつけるね。ヤワラ強い。でもテレシコは別の意味でまた強いね。別の意味？まだ強い人いるんですか？いるわ。そう、ベルギーのベルケンスもベリーストロング。さすが柔道のクイーンと言われるだけあるね。恐ろしくいいんだわよ。でもやわらも私も強いね。今度のワールドカップほんと楽しみ。世界最強の女が決まるね。世界最強。猪熊さん、それじゃやわらソウルで。ジョディ、ジゴロ先生によろしくね。あとステディにもよろしく。ん？ステディ？新聞記者の彼氏だわよ。やわら、これからいろいろ大変。でも彼氏がいるから大丈夫ね。まあ猪熊さん、そういう仲だったの松田さんとは。違うってば。ジョディ、ジョディったらまた勘違いして、やんなっちゃう。ただいま。やわら、大変よ、大変よ、大変よ。落ち着いてね、落ち着いて聞いてね。落ち着くのよ、やわら。お母さんこそ落ち着いて。あ、そうね。何？どうしたの、お母さん？実はね、やわら。ええー、
メだダメだ、さやかさん引き腕が甘すぎる。そんなことでは48キロ以下級のキムには通用しませんよ。風祭りさん、は私と二人きりになれないか。そんなにイライラなさってるね。いや、でしたら今夜合宿を抜け出して二人だけでお食事いたしましょう。私も合宿所の食事にはうんざりしていましたの。あれではチャールズの餌の方がずっとマシですわ。ああ、ヤワラさん、一体何をしているんだ。ジゴロ先生、ヤワラさんはまだ。お父さんがソウルに？そうなの。お父さんを知っている柔道関係の方が教えてくださったの。何でも韓国の選手たちが言ってたそうよ。ある日本人にワンポイントレッスンを受けたんだって。その技のキレといい、スピードといい、あんなすごい柔道家見たことないって。その姿格好がどうもお父さんそっくりなのよ。お父さんがソウルにいる。こら、何度言うたら分かるのじゃ、そこの角刈り。そんなタコ踊りみたいな内股で世界を相手に戦えると思うておるのか。打ち込み100本じゃ。ジゴロ先生、あれを。あ、猪熊だ。猪熊か。やっと来よったか。来てくれたんですね、ヤワラさん。よかった、本当によかった。よろしくお願いします。ささ、早速着替えて。信じていました。私は君が必ず来てくれると信じておりました。いつも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 後から現れて美味しいとこかっさらっていくのですわ、あの子ったら。本当よね、遅れてきたくせに私たちに一言くらい挨拶すべきよ。うん、あら、気が合いますわね、東堂さん。乱取りやりましょう、本阿弥さん。そうしましょう、そうしましょう。ミス・ベルケンス、あなたのようなお美しい方がなぜ柔道を？よかったらその秘密を教えてくださいませんか。日本の男性について一言。私にとって柔道は最もエキサイティングな趣味です。その余裕が勝ち続けられる理由でしょう。素晴らしい。しかしソ連のテレシコワはあなたをライバル視していませんでしたよ。テレシコワは最大のライバルは日本の猪熊やわらだと。なんて失礼なことを言うんだ、日刊エブリーやわら猪熊。私にとっても彼女こそが私を最もエキサイティングにしてくれる唯一の相手だと信じています。何鼻の下伸ばしてんの。さやかさん、お疲れになったでしょう。そろそろ休憩になさったらどうです。僕も立場上他の選手もコーチしなくてはいけませんし。あら、私なら全然大丈夫ですわよ。だって二人は人も羨むゴールデンペア。風祭りさんの愛が疲れなんて吹き飛ばしてくれますわ。そうですね、稽古を続けましょう。稽古です。かわいいよな、ヤワラちゃん。強い強いって言うけど本当かな。ちょっとお手合わせ願っちゃおう。おい、お前中量級の優勝候補なんだから、ワールドカップ終わるまで女は我慢しろよ。ん？失礼な。僕はね、純粋に稽古をつけてもらおうって思ってんだよ。どこが。鼻の穴広がっとるぞ。はい。ねえ、ちょっとだけね、一緒に稽古しようよ。私本当にちょっとだけお願い。あの、お母さん、そろそろ交代しましょうよ。いや、あと50分だ。さすが日本の期待を背負う無差別級の王者、気合が入ってる。
丈夫ですか？おい、あんちゃん、まんだまだ左の引きがこの団子のあんのように甘いぞ。打ち込み300本もやっとくか。はい。やわらもじゃ、なんじゃ今のふぬけたキレのない髪だらけの生くらい一本背負いは。はい。今のがキレがない。完璧な一本背負いだったじゃないか。生くらい一本背負いだって。あれで完全に調整が出来上がったらどうなっちまうんだ。おばさん、どうです、彼女を相手に一つ稽古。いや、ワールドカップを前に怪我はしたくない。これくらいで驚くのはまだ早い。今回初めて行われる女子無差別級はまさにこの柔らさんのために開かれると言っても過言ではないんだ。そこで何が起こるか。それにしても大人っぽくなったな、柔らさん。いつもいつもいつも本当にもう、なんて目立ちたがり屋なの。ここまで来れば気力で勝負す。無差別級はいただきですよ、山下さん。さらいきだ、おれ、もっと食え、カルビ焼けたぞ。ああ、おばちゃん、炭塩10人分追加だ。はい。ただね、山下さん。ん？無差別級といえば、一つショックなことがありまして。山下さん、猪熊やわらをご存知ですよね。猪熊？ああ、女子の無差別級の。俺、この前彼女と会った時から、あんなに小柄で非力な女の子に見えながら、何かただならぬものを感じていたんですが、今度合宿であの子のトレーニングを見て正直ゾッとしましたよ。あの子のトレーニング？一本背負いの投げ込みで投げられ役の後ろにもう一人帯を持たせるトレーニング方法はよくやりますよね。しかし猪熊は、後ろで押さえている人間もろとも二人いっぺんに投げちまうんです。今は後ろにもう一人、合わせて三人を相手に投げ込みやってますが、気を抜いたら三人でも投げられちまう勢いで。俺、長年柔道をやってきて初めてですよ、心底恐ろしくなったのは。うん、俺も昔そういう気持ちになったことがある。え？14年も前の話だ。ある男の一本背負いを食らった時。ある男？猪熊小次郎という男にな。猪熊？私なら大丈夫。うん、なんとかやってるから心配しないで、藤子さん。やわらさん。風祭りさん、せっかくこうして同じ屋根の下で過ごしているのにゆっくり話し合うこともできなくて。でも明日は僕のために時間を空けておいてください。いいですね、やわらさん。はい。じゃあ失礼します。こうでなきゃコーチになった甲斐がない。風祭りさん、じゃ探していましたのよ。もう体バラバラ。本当に久しぶりの休みね、明日は。寝るわ、私一日中食って寝る。私もそうしようかな。あんたどうすんの、猪熊さん。明日ですか？明日はその、私は明日はデートですのね、風祭りさん。久しぶりにこの監獄のような合宿から解放されますわ。本阿弥さんは監獄から天国ってわけね。フィアンセのいる人はいいわね。まあ天国だなんてその通りですわ。風祭りさん、あんなこと言っておいて。ああ、いや、その、僕もコーチとして本阿弥選手の健康管理にも注意しなければいけないし。風祭りさんの心配してくださる通りですわ。食事にも気をつけなくては。だって女らしくない方々ばかりの無差別級に出場なさる人は減量の心配もいらないでしょうけど、私のようなスマートな48キロ以下級はそうはいきませんものね、え風祭りさん。それで猪熊さんは明日のお休みはおじいさまと食べ歩きですの？あ、私
明日は。それともあのサンリュースポーツ記者さんとデートかしら。違います。私はその東堂さん、お買い物行きましょう。はあ、ね、私はいいわ。ソウルに着ていく新しい洋服買いに行こうよ。なんで？なんでって海外旅行に行くんだからおしゃれして行きたいじゃないね。ん？今なんて言った？おしゃれして行きましょうよ。おしゃれ？せいぜいバーゲンでもおあさりになるとよろしいですわ。行きましょう風祭りさん。はい。ね、行こうよ東堂さん。おしゃれね。重欲業を制ず。猪熊治五郎先生、先生の殺しはこの山下、子供の頃からの座右の書。先生は息子さんの小次郎氏をあそこまで鍛えられた。そして今や八原さんを。これはワールドカップが楽しみだ。うまい。それいい。そうかしら。ちょっと派手じゃない？そんなことないってば。試着してみるわ。私はどうしようかな。風祭りさん今頃。やめた。風祭りさんのことは忘れよっと。見て素敵。これいいわ。あー、こっちも。おい、早くしろよ。もう社に戻って原稿入れなきゃ。ねえ、これとこれどっちがいい？どっちだっていいから早くしろ。せっかくソウルに行くんだからおしゃれしたいじゃない。付き合ってらんねえや。あ、待ってよね。東堂さん、どう？東堂さん。ああ、先ほどのお客様ならお帰りになりましたよ。え？サイズが合わないって怒っちゃって、ファースナー壊れちゃったんですよ。それでクイーンサイズのお店を教えしました。どこのお店ですか？5階のドデッカってお店なんですけど。あの、背がすごく高くて、それで。いいえ、もうお帰りになりました。はぐれちゃった。そんなことないよ。ステディーによろしく。新聞記者の彼氏だわよ。何勘違いしてんだろう、ジョディったら。ねえ、彼女。僕とお茶しない？いい店知ってんだ。しません。おお。もういい、帰ろうっと。ったくもう。買い物の付き合いから逃げ出したと思ったら今度は夕立かよ。とりあえずあそこに行く。やっ。当分やみそうにないね。新聞記者の彼氏だわよ。やわら、これからいろいろ大変。でも彼氏がいるから大丈夫ね。相手もいねえ、見合いもしねえ。お前もう26だべ。そろそろ考えんと。相手はおるよ。天気予報聞いてみよっと。相手はおるよ。今度のワールドカップに出るんだ、その子。あの松田さんからどうぞ。いや、俺明日ソウルに立つんだ。いよいよですね。え？向こうで待ってるよ、矢原さん。はい。実はソウルにお父さんがいるらしいんです。そうか、会えるといいな。八原さん。はい。ワールドカップが終わったら
ワールドカップが終わったら。東堂さん。あ、ちょ、や、柔らさん。私追いかけます。それじゃ。あ、ワールドカップが終わったら何ですか。あ、いや、その独占インタビューさせてくれって頼もうかなって。松田さんって仕事の話ばっかり。じゃあ失礼します。東堂さん。あ、どこ行ってたの。ワールドカップ。